株式会社北ホ北クホクフィナンシャルグループは富山県富山市に本社を置く金融持ち株会社である。参加に北陸三県や北海道を基盤とする北陸銀行と北海道を基盤とする北海道銀行があり、総資産で福岡フィナンシャルグループに次ぐ第2位の規模を持つ地方銀行グループである。両校とも平成バブルの崩壊に伴う財務悪化を引き起こし、 公的資金注入を受けており、その処理が課題であった。地方銀行同士の合併や経営の統合はこれまでも数多くあるが、本店の所在地が遠隔地にある統合は国内では初である。このため、飛び地統合などと呼ばれ、銀行の再編の新たな形として注目されている。この飛び地統合の実現は、の思惑が相互補完の形で結実している。また、 北陸銀行が経営統合前より北海道内にも複数の支店を設けていたという事情も存在する。これは北海道開拓において北陸三県の出身者が全体の1、4程度にも達しており、その便宜を図っていたものである。最近は北北 FG 全体の店舗網の合理化として北陸銀行北見網走両支店を北海道銀に また同行大阪支店を北陸銀行へ営業場としたほか、北海道銀東京支店を北陸銀東京支店の入る室町中央ビルに移転して空中店舗化している上、省内銀行の協力により、北海道銀仙台支店も空中店舗化している。経営努力の結果2009年8月27日公的資金を全額返済している。 3日前の24日には、北海道銀行をたる支店新店舗が、北陸銀行をたる支店となりにて、営業を開始しており、その後、旧店舗跡地を両行共同の駐車場、北北、パーキングとしてオープンさせた。2013年には、新幹線開業による、東北地方との経済交流促進や東日本、大震災、福島第一原子力発電所事故の、 北海道内避難者に対する金融面からのサポートを行うべく、北海道銀行が77銀行、東方銀行、岩手銀行など、東北地方の地銀従業と業務提携を締結するなど他行との共同事業にも積極的である。ありがとうございます。